皆さんこんにちは。1回だけちょっとお休みしてしまいましたが、ようやく落ち着いたので今日は、そしてね、今日水曜日なので本当は今週行くつもりはなかったんですけど、今日、9日水曜日ね、たくさんの方いっぱいコラボ商品が発売してですね、やっぱり気になりますよねやっぱり気になるということで、行ってきてしまいました。今日はね、ちょっと母の、定員が決まって落ち着いたのでね、違う病院に行ってくださいということで、すごい遠いね、うちからだと1時間ぐらいかかるところに定員が決まって、朝から行って、3時ぐらいまでかかったんですが、でまっすぐ帰ってくると4時ぐらいにうちに着いて行けるんですが、やっぱり見たいぞということで、わざわざちょっとね、遠回りをして、一部店舗のところに帰り寄ってきました。夕方かな。もう本当実際ちょっとね、もうね、朝からずっと行ってたので疲れてるんですなんてなのでちょっとね、早くですね、早くちょっとテンポアップでやっていきたいかなって考えております。すいません、よかったら、テンポアップですので、いつもよりは短いのでご覧ください。はい、それでは始めていきます。ご覧ください。はい、それではですね、まず今日購入したものがこちら。はい、本当はね、尾身さんの、アウター見たかったんですけども、もう尾身さんのところはほとんどねガラガラだった、何にもなくなってたワンジャンスカが残ってたぐらいかな。あとちょっとニットのナロースカートとか、あと靴がちょっと残ってるぐらいで、ほんとすっかりね、きっと争奪戦だったのかな。きっとオープン、本当に福島だと何店舗かしか発売するところがなかったので、かなり争奪戦だったのかなという跡形がなかったです。はいなのでもう夕方で5時ぐらいだったので行ったのが、見たかったなと思ったんですが、なんですが、また別の方、私ちょっとあまり詳しくないのであれなんですけども、そしてその方もこのアウターすごい残っててよかったなって思い買ったものがですね、こちら、いろんな今年こういう中綿のタイプ出てると思うんですが、ちょっとね、このデザインはきっと本当に尾身さんのデザインとほとんど多分ここのキルティングの感じは似てるかもしれないなんですが、今日の、また別なもう一人の方、C チャンネルですか、 CC チャンネル、こちらの方の、商品もたくさん出てたんですけれども、私にはこっちの方が合ってると思って、黒のコートが欲しかったんです。ずっとアウター探してたんですが、重かったり暑くてもほもほになってたり、これだっていうのが見つからなくて、やっと巡り会えたって感じすごいね、こちらのコートがお値段もすごいちゃんとね、これ裏地もついて、中綿でここだけちょっと切り替えが入って、ここがこういう感じの切り替えが入ってるんですけど、後ろもこういう感じね、後ろもこういう感じで、後ろとここと袖切り替えが入って、裏地もちゃんとついて、お値段が2970円なんです。お得じゃないですか。すごいお得、2970円で、意外にこれすごいゆったりしてて軽いんです。私は肩こり症なので軽くないとちょっと着こなし、あと
ここだけがグレーっぽいんですけど、とっても着やすかった。そして M サイズなんです。これ残ってるのが M と LL があったんですけど、LL はすごいダボダボになっちゃって、着れなかったです。ちょっと大きすぎちゃうなと思って。なので M サイズで、あの今日着てる感じの上にカーディガンを着ても全然余裕な感じでした。なのでセーター、ちょっと厚手のセーターを着てもその上から着れるなっていうぐらいの大きさですね。ボタンは、こちらもスナップですね。こちらはスナップの感じでちょっと黒みがかった感じの、くすんだシルバーのスナップになってます。はい。で、裏地がこんな感じで、お袖にループがついております。お袖もすごいね、ゆったりした作りでとても良かったです。はい。もう1店舗ねその病院が2時間間空いたんです。先生のお話もしていてくださいということで12時に終わったんですけれども、2時間空いてしまって、で1時間お昼を食べてとかってしたんですけど、買い物母の準備とかするのに、でちょっとだけ時間があったので、そこの近くにも島村があったので島村に寄ったんです。はい。そして先日ご紹介できなかったんですが、こちらですね、ユミさんのバッグ購入できてたんです。こちらユミさんのバッグで、こちらね、すごい可愛かった。やっぱ持つとすごい可愛い。今日のねコーデにちょうどぴったりだったの。そしてずっと結構シンプルじゃないですか。なので最初にこれつけるとねすごい可愛かったの。ユミさんの前買ったキーホルダーを、ここのユミさんのキーホルダーを、最初、ここのファスナーのところにつけて、わざとちょっと外に出して歩いてたんですけど、こんな感じでちょっとねわざと外につけ出して歩いてたんです。ちょっとポイントになって、すごいこのグラデーションがベージュとキャメルの感じすごい可愛いなと思って、こうやってつけて歩いてたんです、前買ったやつを。なんですが今日ね、その別の島村さんに行った時にふわふわの可愛いキーホルダーがあって、これちょっと見るとよく見るとね、猫耳がついてんの。これ猫耳ちゃんがついてて、ふわふわね、ふわふわがあって、この耳がついてて、でチャラチャラがついてて、あ、可愛いなと思って、ここハマるかなって、ここね、ここハマるかなってつけてみたのはいいんですが可愛いですよね、こうやってつけて歩いても可愛いなと思うんですが無理やりつけたらね外せなくなっちゃった外せなくなっちゃったの。なのでもうこれつけて帰りますって言って、このままつけたまま帰ってきました。でも可愛いですよね、ちょっとポイントになって。なんですがこっちはこっちでまた可愛いんですよね。このファスナーにつけて、ちょっとこのタグをわざと出してつけても可愛いなと思います。なんですがこのニャンコちゃんどうしよう可愛いと思いますか、撮った方がいいと思いますか、皆さんどっちだろう。このふわふわが気持ちいいので、これはこれで可愛いかなって、可愛くないです、これはこれでジャラジャラだけど、ちょっとユミさんっぽくないんだけど、撮れなくなってしまいました。意地でも無理やり撮れば撮れるんですけど、なんかこのあれがね、これはこれで可愛いなと思ったので、モハモハついて、はい、これを購入しました。これね290円だったの。まあいいや、もう買ってこい帰ろうって思って買った税込みで税込みで319円です。今のがねキーホルダーが、猫キーチャームです。319円。
そしてあとね、もう一つネックレス、ムムさんのいつのかわかんない、私今回のでこの間出たのかな、よくわかんないなんですが、ムムさんのいつのだろうわからない、ムムさんの、コードのネックレス、このファーが可愛くないです、いつのだろう、ごめんなさい皆さんわからなくて、ファーが可愛かったので、これから前に買ったユミさんの、白のやつにつけてもいいし、なんでもこれ可愛いなと思って、ファーがついてて可愛い、いつのだろう、でコード紐なんです、すごい可愛いなと思って、コードなので調節できますね、コードになっているのでここで長さが調節できるような感じになってます、こんな感じで短くもできるし長くもできる感じですね、こんな感じ、はい、もうこれもその店舗で可愛いなと思って購入しました。2点ですね。で2箇所行ってきたと思うでしょ2箇所じゃないので、あとちょっとお友達と、お仕事終わりに会おうかなと思って、ちょっと時間つぶしにもう1店舗行って、3店舗今日3店舗行っちゃったなんですが、そのもう最後はね、もうなんかもう疲れ果ててて意識ももうなんかね呆然として何買うっていうのも決められず、というかこれっていうのも見つからなかったので、あえて今回は、コートだけにしました。こんなだいぶ前からね、ちょっとず結構使ってしまっているのでちょっとね、あまり爆買いはちょっと控えておきました。はい、なので今日の購入は3点です。購入しました。あと前のね、ユミさんのね、秘密の場所に行ったら売ってたの、午後から行っても、これかわいい、めっちゃかわいい、軽いからすごいお気に入りです、私の財布も入るし、あ、そしてこの間紹介 してなかったのであれなんですけど、イヤリングじゃ買ったままイヤリングもあったので、イヤリングもその時に購入してきました。この下がる感じかわいいと思って、これも欲しくて行ったんですけど、これだけでも買えるのもなって言って思わずこのバッグも買っちゃったんですけど、はい、今回の誰だっけ忘れちゃった、ちょっと変わったボストンも欲しかったけど身もできなかった、見ることもなかったな、はい、こちらです、こちらも購入してきました、はい、以上です。はい、なので今日はアウターなので、はしょってきますアウター今日のね、格好に来て、今回は終わらせていただけたらと思っております。すいません、また次回ね、いろんな購入した時にまたそれもやっていきたいと考えておりますので、今回はお許しください。はい、ちょっとねヘトヘトなんですはい、それでは試着動画ご覧ください。着てみました、着てみるとこのぐらいの丈です。ちょっと何に合わせてもいいぐらいの丈かなと思います。結構ね、ここもゆったりしてます。後ろがこんな感じです。で前が V なのでとってもすっきりしていいなと思って、丸襟のタイプも結構出てますけどね、 V の方が私は好きなので、お胸元がね私の場合だと大きめで、ちょっとねここがこんな詰まってるとすっきり見えないんですよね。なので V 好きなんです、私 V が好きなので、V のタイプで大人っぽいく着れるなと思って、おみさんのここがねパーとかだったので、かえってこちらで良かったなって思います、何持ってきても合いますよね。はい、こんな感じ片付けようと思ってくださったはい、こんな感じですお鼻に水をやってそのままだったはい、こんな感じです。すごいね軽いから着やすいです。
以上です。すいません、今日の動画は以上です。でユミさんのバッグすごい可愛かった。可愛くないです、これこうやって持って歩くと可愛かった。はい、こんな感じでした。はい、今日の動画は以上です。あとまたね、いろいろなコラボがこれからまた出るようなので、またそういうコーデと合わせてまたじっくり、今度はコーデね、いろいろやっていけたらなと考えております。今日はね、これでお休み失礼いたします。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。